はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ウィニングポスト8の2015ですね、続きを始めていきましょう。早速セールからですね。セールに参加しますか？します。自分の鈴サフランは出しません。で、金谷調教師についてきてもらいましょう。桜豊か王の競りに参加してみませんかということなんで、まあ、桜豊か王の、競りに参加しましょう。1億まあ3億ぐらいまでは出していいかな。3億以上は出せないよ。結構上がりますね、値段が。大丈夫か？うわ、3億か。3億5000万の価値あるのか？4億か。やめてくれ、もう。うわぁ、もう5億、6億はもう出せないよ。6億以上は。これで決まって。マジでそんな価値あるの、この馬。7億か。7億か。帰りましょう。7億の馬買っちゃった。いやー、東証ペガサスは実戦が9月8日、春巻きが8月5日ということで、まだまだですね。だいぶ先に進めましょう。1ヶ月単位とかで遅れたらいいんですけどね。この牧場ほんとよくお客さん来るよな。なんか建てようかな。 1,2 億で建てられるものあったら。12億とか絶対無理だしな。観光施設もいらないよな。サロンもいらないし、いや花壇もいらない。ただヨークの賢さが上昇するっていうのはいいよな。いや5億円か。いやちょっと出せないな。花壇に2億円ってある？そもそも。いやーちょっと買えないっす。さあ新潟に再ステークス頑張ってくれ。どうかな、この新潟に再ステークスは何としても勝ちたい。2番人気飛ばしません。飛ばす。7億の馬買ったからな。なんとしてもここで数千万でもいいからお金を得ておきたいですね。新潟2歳ステークス芝 1600m 晴れ、馬場状態は良ですね。
新潟競馬場本日のメインレースの発走です。さあパワーちゃんどうでしょう。見事なスタートを切りました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。どこにいる。前に行きそうです。おちょっと見れなかった。先頭から前例を取ったのはゾンパです。今2番手にいますね。すぐ後ろに春巻き高一をキープしています。吉野エーデン、その外にメジロウェーブ、春巻きがシード、そのうちに続いています、5番の赤い帽子が春巻きですね。アンセインザバーン、ワイネルトーフ、その今画面の左端に消えていきましたけども、その隣にアグネス凱旋、アグネスビクトリー、この馬もこのグループ内からはアドマイヤリバー、アドマイヤリリン、そのうちに続いています。さあどうなるか。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。前はソーパレス、まだ粘っています。2番手は春巻き、4コーナーカーブから直線コースに向きました。ソーパレス先頭、大丈夫か春巻き、1馬身から2馬身のリード、2番手は春巻き、手応えは悪くありません。前を捉えられるか春巻き、頑張る。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の1球目、先頭春巻き、刺されるなよ春巻き、春巻き、大丈夫か、先頭、大丈夫か、手は春巻き、春巻き、先頭だ。おお、危なかった。1着にはどうやらダークフォーエバー、見事に勝ちました春巻き。吉野エデン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。ハラハラドキドキの展開でしたけど、なんとかね春巻き KRA のレース勝ちましたね。 KRA いやー、2、3000万は入ってくるでしょう。東証ペガサスの方がなんかちょっといまいちなんですよね。獲得賞金2400万、支出が7億。どういう支出だよ、7億って。次がデイリー杯2杯ステークスを予定してるということなんで、広告に出しますかと。適点で出しましょう、広告に。育成。育成の目的は何なんでしょう。なるほど。なるほどね。ただ施設ないからな。なるほどね。わかりました。でもな、何にも建てられないからな、金ないからな。本当この半路コースとか作りたいんですけどね。あとこの疲れを癒すための、ウォーキングマシンですか。2億ぐらいならウォーキングマシンぐらい買ってやるかな。ここまた2億使っちゃった。これ破産するな。ちょっと考えてやらないと。育成ってどうやってやるんだ。なんかできなそうですよね、今のところは。まだ所有用句選んでもなんか別に特に何も出なそうなんで。育成のやり方が全然わからない。
神戸新聞杯に東証ペガサスか。大丈夫かな。あんまりね、過度な期待は東証ペガサスにはできないかなとは思うんですけど、まあ所詮もらった馬ですからね。確か8番人気、まあ、一応レースは見ましょう。特にね、馬がいっぱいレースに出てるわけじゃないんで。雨だなぁ、やや重いなってますね。阪神競馬場ダービー馬バンブーアトラス秋初戦、久々とはいえここは負けられないところ。スタートしました。さあ4枠のスタートを切りました。黒い帽子この馬も好スタートを切りました、ね、予想通り萩野カムイオー先頭か、続いてバンブーアトラス、内からは東証ペガサス、その外からグランプリ天山、内からはマーキングユース、当選タバスコ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。萩野カムイオー先手を取りました。これに続いて東証ペガサス、並んで10番アスコットゼット、ワーキングユース、すぐ後ろその隣にグランプリテンザ、大位置をキープしています。バンブーアトラス、知ってる馬はほとんどいないっていうか全くいないですね。これに続いて優勢鈴鹿、並んで17番アズマハンター、リンドトラベル、すぐ後ろ15、6年経ってくるとね、 1000m を通過しました。ここまでだいぶ馬も分かってくるんですけど、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてアギノカムイオー、アスコットゼット、ほとんど差がありません。東証ペガサス3番手バンブーアトラス、さあ東証ペガサス大丈夫か、安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。追い上げてきたね。確かにさあ先頭はアスコットゼット、アギノカムイオー、その後ろワーキングユース続いています。東証ペガサスその後ろ、東証ペガサス大丈夫か、前がだいぶ詰まってきてるぞ。後位を追走、そろそろ出してけ、そのよしよしよし、4コーナー回り方はうまい。さあこれからです。さあ見せ場見せ場見せ場、差はほとんどありません。うわー、東証ペガサスはダメだな。掲示板も難しそうですね。あー遅れましたね。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はアシローディ、萩野カムイオー1着、萩野カムイオー1着、2着はアシローディ、萩野カムイオー見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。神戸新聞杯の次は菊花賞に行くんだな、きっと。東証ペガサスは11着か、厳しい結果ですね。いや繁殖インバーもう無理だよ、お金ないもん。どうかなって何がって感じだな。よく来るね。外人も来るのね。イベントは正直なくてもいいかなって感じがするんですけど、もうちょっとなんかねテンポよく進められるようになんかチューニングというか環境設定とかあんのかな。ペガサスが G3 に出るんだ。スワンステークス、また誰か来たよ。うわ、なんでこうもしょっちゅう来るかね。
やいやいや、何しに来たんだろう。もう何なのこの人たち。東証ペガサス頑張ってね。ま、見ませんけどね。え、なに、東証ペガサス勝ったの。なんだよ、見ればよかった。前回の敗北からだと絶対勝てないと思ったのにな。 G2 のスワンステークス勝ってくれたんだ。いや、ありがたい。初めて収支がプラスになりましたね。ジャパンカップね。さあ、頑張れよ。春巻きはね、今一番の期待馬ですからね。デイリー杯に2歳ステークス4番人気ですね、ピンクのゼッケン10、ピンクの帽子14番、期待して見守りたいと思います。京都競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。エーシンボイス、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。13番エーシンボイス行きました。それでは先頭からエーシンボイス先手を取りました。その隣にアルマピン、フリーリーランド、そのうちに続いています。その後ろからは吉野エーデン、その外からチャペルグラス、並んで10番シンボリライジング、マイネルトークをそのうちに続いています。すぐ後ろに桜レッド、さらには東海スキール、一番黒の帽子内側走ってますね。その後ろ14番ハイランドフリート、先頭から2番目ですね。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として13番エーシンボイス、ここで先頭が入れ替わりました。春巻きエーシンボイス、さあ春巻きどうだ、大丈夫か。先頭差はほとんどありません。勝負根性見せろ。エーシンボイス、いやだいぶ先長いな。頑張る、残り 200m 春巻き先頭だ。他の馬足あるな。なかなかいい、いや他の馬も強い。なんとか掲示板、大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。いや大激戦だったな本当に。14番なんとか、俺は際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。うわー、これ本当際どい、わずかに9番かで、なんとか5着には入ってそうですね。うん、なんとか掲示板はギリギリ確保と。さあマイルチャンピオンシップには東証ペガサスですね。まあさすがにみんなマイルチャンピオンシップは勝てないよな。 G1 ですからね。見ましょう。4番人気なんだ、頑張ってるな。さっきね、あの G2 のスワンステークスをどうせ負けるだろうと思って見なかったのが申し訳ないですね、本当に。今回は新潟2歳ステークスを買ってスワンステークスも買ったと。いや頑張ってくれたな。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優馬で激戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、
マイルチャンピオンシップの発想です。はい、さあ最後は大外枠のハワイアンイメージゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ロングヒエ前に行きそうです。これに続いて東証ペガサス、桜進撃、そのうちに続いています。その外にハワイアンイメージ、真っ白の勝負服ブロケード、死に装束にも見えなくないんですが、その後ろ10番黄色い帽子、続いています。東証ペガサス、オートリサークル、スイートネイティブ、すぐ後ろその隣にコンパニオン。コンパニオンって名前いいの？このグループ。さあ勝負どころ、もうちょっといい名前つけてあげてほしかったな。坂の上りに差し掛かりました。コンパニオンって坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。リード80、2番手は桜進撃、4コーナーをカーブして、さあこれからです。リード80、先頭ブロケード、東証ペガサス、2番手はリード80、追いすがります。東証ペガサス、 200m ブロケード、東証ペガサス、先頭だ。ペガサス、ペガサス、ペガサス、やはり強い。うわー、4着かな。ブロケード、1着、2着にはどうやらロングヒエブロケード、一番人気に応える見事な G1 勝利です。4着を確保したかっていうとこですね。うん、そうですね。あ、レコードなんだ。4着ですね。また誰か来たの？ああ、ジョン・ヘリーね。7歳なんだ。すごいな。ちょっとこの辺は正直言って全然わからないですね。馬の名前言われても。いやー、なんとか黒字で終わることができたか。今月も黒字をキープするの大変だな。出たよ、なんだよ今度伊坂。なんで伊崎じゃなくて伊坂なんでしょうね、本当に。記念はモンテプリンスが1番だったんだ。え、何？東証ペガサスが44位じゃ絶対出れるわけないじゃん。そうだよね。スズサフラン、あー出たんだ。ちょっと待ってね、どういうことだろう。朝日杯フューチャリティステークス、頑張ってね。もう何なのよ、行かないよ。海外トレーニングセールなんか行ったって金ないんだから。さあ春巻き頼むぞ。8番人気か。まあ10番なんで見ましょう。なんとか勝ってほしいけどな。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチャリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。朝日杯フューチャリティステークスって名前じゃなかったですよね。名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のオリーブワード、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。吉野エーデン好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて吉野エーデン行きました。前に戻りましょう。先手を取ったのは吉野エーデン、その外から西野スキー、内からは竹の比叡並んで17番大前キング、16番が今先頭に並びかけているピンクの帽子が、その内に続いています。内からは名神ペンダント、我らが春巻きですね。騎士センサー、その後ろすぐ後ろに王将ハーレー、さらにはヒートハンター、ピンクの帽子オリーブワード、その後ろエアアラン、この馬もこのグループ、エアアラン、すぐ後ろにビンゴカンター。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。いい、この辺りで先頭が変わりました。西野スキー2番手の春巻き、先頭を捉える勢いです。竹の比叡3番手、さあ早手ミグ、前を捕まえられるかどうか。出せ出せ、西野スキー先頭、差はほとんどありません。春巻き2番手は西野スキー、西野スキー春巻きいっぱいになった。早手ミグ、うわー外から来てるな、バカ合わせろ。先頭は春巻き、粘れ、うわーダメだ、力負けだな。精神ペンダント竹の比叡、精神ペンダント完全な力負けですね。なんとびっくり、勝ったのは精神ペンダント。これには場内もどよめいています。完全な力負けだ、まあ、これはしょうがないですね。 G1 の厚き壁というとこでしょうか。阪神カップ弥生賞まで項目に出しましょうか。なんだよ、またかよ、もういいよ。先週の結果、所有馬報告って言われてもな、こんな馬持ったら覚えないんだけどな。あ、スピードがアップしたっていうだけ。あ、一番人気だ、これ見よう。東証ペガサスがまさかスワンステークスに続いて阪神カップも狙えるなんて思わなかったな。ガゼン春巻きがこのパワーチャン牧場では有力馬だったんですけどね。阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。竹のダイヤ、ちょっとタイミングが合いません。さあ2番の白い帽子、頭も白けら、ジャスミンホール前に行きそうです。勝負服も真っ白。リード80 2番好位置をキープしています。東証ペガサス、その外にテルノエイト、当選シーン、そのうちに続いています。内からはディスコエトワール、その外からエリモチャイム、その外にハイランドプレス、並んで9番エリモポラリス、その横に竹のダイヤ、ブロードソリスト、そのうちに続いています。その外にエリモディゼン、アキビも、そのうちに続いています。その外にトップライン、番の白い帽子が4番ジャスミンボール、東証ペガサス、ほとんど差がありません。リード83番手、東証ペガサス、いい位置。果たして先頭を捉えるか。最後の追い比べ、先頭はリード80、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 先頭は東証ペガサス、これは圧勝だな。先頭2番手はリード80、東証ペガサス、ゴールイン、東証ペガサス1着、2着にはどうやらリード80、東証ペガサス見事な勝利です。いやー、いい走りだ、ありがとう東証ペガサス。しかもレコード勝ちだし。いやー嬉しいね、コースレコードも出してくれるなんて。今回も黒字ですね。
どうせさ関係ないじゃん。岡部ね、農産テストいたな。そういえばまあいいよこの辺は。さあどんどん進めてくれよ。年末の手続きご自分でなさいますか？しません。いいえ。年末の手続きめんどくさいですからね。まるっとお願いしちゃいましょう。時間ぐらいかな。まあ持ってる馬が少ないんで。え、何オート進行？今なんかオート進行っていうのあったな。ある意味オート進行してたんで見逃しちゃいましたね。機能かな、オート進行ないと。あ、これだな。周数をとりあえず4周ぐらい進めてみますか。はい、団体で誰かが来てんの。ちょっと馬の情報とか見ておきますか。東証ペガサス春巻きパワーちゃんランサムって勝手に名前も付けてくれるんだ。これありがたいな。で、この人誰なの。パワーちゃんランサムのお父さんは誰だい。どこで見んだろう。ああ、血統っていうのが見れるな。パーソロンか。パーソロン系でベストブラッドとメルオンワード。とりあえずまたオートで進めちゃいましょうか。5月の1週目まで進めちゃいましょう。2着だったんだね。惜しかったね。お、何かで1着になってる。東証ペガサスいいね。で、なんかで6着、なんかで4着。何だったんだ。とりあえず種付けしましょう。誰がいいかな。配合評価とか出てるんだ。これありがたいな。配合評価は最低でも C にして、爆発力が一番高い人にしよう。配合評価が C で爆発力が高いっていうのは、あ、いた、こいつだ。ラインゴールドさんにしましょう。で、馬の情報をちょっと見ますか。東証ペガサスは何に買ってくれたかというと、中山記念で買ってくれたんだ。すごいな。
期一番人気とかずっと続いてるんだね。へえ。で、春巻さんは？わあ、ミスター CB がいたのか。そりゃ勝てないよな。ああ、日本ダービーに出てくれるんだ。ちょっとそこまで見ますか、ダービーまで。調子悪いんだ。2番人気なんて見ましょう。調子が悪い中どこまでね、走れるかっていうのも気になりますからね。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。さっきのどっかの競馬場のレコードのリードエイティ、リードエイティ、ね、ライトタフネス。この馬も好スタートを切りました。やはり予想通りいきます。リードエイティ、続いてライトタフネス、東証ペガサス、すぐ後ろ、その外にグドラッキー、その隣にビーストボーイ、内からはオートリサークル、その外からシムルフ、内からはマイネルカラクト、レアリーダー、そのうちに続いています。内からはスイープアーチ、グレートドラム、そのうちに続いています。グレートドラム、この辺りで各馬大きな向こう側を通過。前はリードエイティ、リードエイティ、さらにリードを広げました。2番手は東証ペガサス、ライトタフネス。調子悪いんだろう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。リードエイティ、先頭、差はほとんどありません。2番手は東証ペガサス、先頭を捉えるか。ちょっとわからないな。さあ朝霞シルバー一気に来た。あと 200m、 リードエイティ先頭だ。東証ペガサス抜けた。どうだどうだどうだ、車高ショット、じゃーん、刺された。東証ペガサス、わずかにポクトフラッグ、体勢に刺されたな。最後車高しろって思わず言っちゃいましたけどね。実際には反則ですから。うん、そうですね。一着と頭差で、2位に入ってますね。2着はだいぶ大に出ますね。ここまで見たら、一旦終わりにしたいと思います。15番人気、春巻き一発奇跡起こしてくれ。ここで万々が一にもなんかね、勝っちゃうなんてことがあったら、早くもこの実況が終わってしまいますけども、それでもいいから勝ってほしい。馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース。実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の竹シアター、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬まずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。カツラギエース前に行きそうです。トロピカルブレード、それに続いています。さらにはブランドマタ、18番、竹シアター、その後ろメジロモンスニー、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはカツラギエース、ブランドマタ、それに続いています。オレンジの帽子春巻き、その後ろシャダイソフィア、この馬もこのグループ、その外に竹シアター。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のミスター CB 後方につけています。梅の新王、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。このレースコーナーには初の G1 制覇もかかっています。春巻き、インキュースでもその期待は大きい。
1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはカツラギエース、その後ろにハルモキ、並んで16番シャダイソフィア、その横にブランドマタ、その外からタケシアタ、どうかな、そして大きく離れてシンボリライジン、この位置です。この辺りで各馬大きな木の向こう側を通過。さあ先頭はまだ4番カツラギエース、2番手はブランドマタ、タケシアタ、3番手ミスター CB、 いい位置です。さあここからどうか。府中の直線526m、ここからが勝負。さあ桂木エース先頭、わからないな、高角度だと。2番手はブランドマタ、先頭を捉えるか。ミスター CB、 いい足だ。ここから勝負を決めます。あと 200m、 先頭は頑張ってるけどな。残り 100m、 桂木エース厳しいか。一気にミスター CB、 当選オペラ、1着2着にはどうやらミスター CB、 安定してやったり穴馬に乗せたら本当に強い、勝ったのは当選オペラ。史実だと実際はどうだったんでしょうね。はい、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ラインゴールドも受胎してくれましたね。はい、というわけで次回はこの続きからプレイしていきたいと思います。安田記念ですね。楽しみにしたいと思います。